安江の博、安江の博、安江の博、1888年1月12日から1950年8月14日は、日本陸軍の軍人、最終階級は、陸軍大佐。松本藩士、台湾総督府管理、安江先生の長男として、秋田県秋田市の平田厚種の生家で生まれる、中学校、陸軍中央学校を経て、 1909年5月、陸軍士官学校21期、同期には、石原漢治、樋口樋一郎等がいるを卒業。1918年シベリア出兵に参戦し、シベリアで、グリゴリー・セミオーノフなど、白守る軍の将校と接しているうちに、シオン賢者の擬定書という反ユダヤ趣味の古典の存在を知り、日本に帰国後同書を翻訳。 1924年、包みやらしこのペンネームで、世界革命の利面という本の中で初めてこの本の全文を日本に紹介した。中訓外国の精神で育った安らにとって、ロシアの君主制の短期間の崩壊は驚愕であり、それを合理的に説明する理由が必要だったのである。百二十七年ユダヤ研究を命じられ、堺将軍を英語通訳として伴い、 パレスチナやエジプトから欧州を視察し、この時、反ユダヤ文書による関連的なユダヤ人理解の誤りを悟った。堺将軍は、ユダヤ問題座談会で、堤し子は、パレスチナを見てから思想に変化を生じ、世界革命の理念のごとき書物はもう古くてダメだと言い漏らしたとしている。もともと愛国心の強かった安江は、亡国のユダヤ流民の惨状に同情し、 急速に親ユダヤ的傾向が強まる。ユダヤ人に対して友好的態度がありながら、一方でユダヤ人の危険性を論じるのは、当時の陸軍のユダヤ通りに広く見られる特徴であった。帝国在京軍人会本部の依頼で書かれた、なお、ふとしの人々、1934の結論には、帰国後の安江のユダヤ感が、こう匹敵されている。 なお人々の一人一人を見れば、数千一万のなお人々が一人残らず、革命運動に参画しているのでもなく、また皆一様に大財閥であるわけでもない。多くのなお人々の中には、これを分類するといろいろな種類がある。例は、ば、で見るキリストのような、昔ながらの服装をして、なお、太しの泣き壁に朝夕集まり、救世主の降臨を祈り、 全く現代とかけ離れて、なおふ教のみに没頭している宗教的なお人々がある。また一方に、シオニストとして、パーレスタインのなおふとご建設のみに熱中している、なお人々があるかと思えば、また他方には、国境を超越して、世界を毎大として活躍するインターナショナルななお人々もある。さらにシオニズムによって一般に覚醒されたとは、言いながら、 シオ無運動には無関心に、自己の商売のみに熱中している、なお人々もある。すなわちなお人々であるからというて、誰も彼も危険視すべきではない。我が国に取り捨て有害な人物もあれば、無害な、善良な人もある。1935年2月、ハルビンで、極東ユダヤ人会議の議長カウフマン博士及び、幹部たちとの協議の結果、 日本民族とユダヤ民族間の親善実行団体として、世界民族文化協会を創立し、医学博士の磯部健さんを顧問とし、また自ら会長となって、安江は在番ユダヤ人の保護に尽力し、また、海教徒や白系ロシア人にも助力した。要項内容の下敷きになったのは、1938年、昭和13年1月21日付で、 関東軍司令部で策定された、原価に、おけるタイナオフと民族施策要領であり。そこには、満州国開発に再始外資導入に専念するの、あまり、ナオフと資金を、迎合的に投下せしむるがごとき態度は、現にこれを抑制すとあるように、経済界には投資の旨みがあることをほのめかし、軍部には、米国資本が導入されれば、対米関係の打破にもなるこ為をわせ、 政府を説得するために発行一部の我が大精神という二式のお旗を掲げる玉虫色の要領だった。グ計画を海軍の犬塚惚れしげと共に構想したことから、安江は犬塚と並べて理解されることが多いが、犬塚と安江を同列に論じることはできない。犬塚は1938年10月の講演で、なお人々の喉を薬し徹底的に脳圧迫。 するおかなめすすなわち、日本側か厳然実力をぶりひとくる強括弧、たる自身と強烈なる意気、込むと思って、彼らを、憲政圧迫し我が国に依存する必須なるゆえんを、了解せしめた面その順地工作を実施するを、適当とすと述べる、日和見主義的なユダヤ利用論者であった。戦前の日本政府の最高意思決定機関であった後、小会議で、 なお、太人対策要項が策定されたのも、安江が当時の陸軍大臣、板垣聖志郎に働きかけがあったためである。この要項の成立過程に関する安江の役割については、これまで長男、疲労の証言だけで資料的裏付けがなかったが、関根真穂が京都大学に提出した学位請求論文の公開、日本占領下の上海ユダヤゲット、2010の中で、 満鉄外国経済調査係に課する研究問題、1938年10月27日、という資料の中に、満鉄側のメモ、本県派安江氏の死案なりという記述を発見した、ことが報告で、この資料の中に、なお人々対策要項の内容が網羅されている、ことから、安江博夫の証言の正しさが立証された。 安江らの働きかけで決定された、なお人々対策要項には、なお人々を積極的に非、満、死に承知するがごときはこれを削く、ただし資本家、技術家のごとき、特に利用価値のあるものはこの限りにあらずとあり、安江個人の考えとしては、単なる利用論を超えた人道的な配慮を想定していたが、日独食い三国軍事同盟が締結され、続いて、日本が、対米英戦、 太平洋戦争に突入すると、ユダヤ人を利用した満州への資本導入や、台米世論の改善策が論外となり、軍部にとって、次第に、安江の存在は目障りになり、憲兵隊の尾行がつくようになった。日本政府は、要光の裏で1938年10月7日の、外務大臣訓令、なおふと避難民の入国に、関する件、米産機密交戦4 4 7号により、 ユダヤ難民の受け入れ制限を実施していた。1940年10月、大佐であった安江は、予備役に編入される。軍中央部の方針と意見が合わず、陸将、東条秀樹によって、予備役に編入されたという説もあるが、そもそも安江は参謀引いては、将来の将官、将軍を養成する、陸軍大学校を卒業していない、いわゆる、無点組であるため、 この予備役編入自体は、決して特別、異端なことではない。陸大出身者は召喚への昇進を、事実上約束された存在であるが、陸大非出身者は、後の太平洋戦争時や、軍隊の部隊長として、先行を挙げた、ごく一部を除き、大佐内市中佐で現役を退くことが多く昇進も、遅い、安江と、陸主導期であった、石原幹事、樋口喜一郎。 陸来三十機は、1940年当時にはすでに、中将に昇進している。安江が手がけた最後の仕事は、中国国民党政府への和平交作であり、敗戦の日の8月15日、国民党政府高官から、話し合いに応じる、胸変書があった。安江は、長男、広尾書斎に呼び、俺がこれだけのことをやったということをお前だけでも、覚えておいてくれと述べ、 それが遺言となった。1945年8月23日、大連でソ連軍に逮捕され、1950年、ハバルフスク収容所で病死した。安江は日本をこのようにしてしまったのは我々年配の者たちの責任だ。俺はその責任を取る。ソ連が入ってきたら降印されるだろう。俺は逃げも隠れもしないと言い残した。 戦前満州に在住していたロシア系ユダヤ人ミハエル・コーガンは戦後日本でゲームのソフトや機器の会社、台頭を創立する。在満時代にユダヤ人保護のために奔走した安江に深い恩義を感じていたコーガンは安江がハバルフスクの捕虜収容所で亡くなった後葬儀が挙げられていないことを心配し、1954年在日ユダヤ教会で 一切の費用を持つから好きなようにやってくださいと申し出ている。シオン賢者の議定書の翻訳を根に持ち、安江を嫌っていたユダヤ学者アブラハム・コツジでさえ、その回想録東京からエルサレムへ1975において大連特務機関は安江大佐によって引き入られていた。満州の事業に親しみを寄せるユダヤ人たちは安江に恩義を感じ、 実際安江が多くの点でユダヤ人を助力したのは全くの真実であると認めている。安江の葬儀にはイスラエル講師やユダヤ人協会会長も出席し、在満時代のユダヤ人保護の尽力に謝意を示した。満州ユダヤ人社会の指導者であったアブラハムカウフマン博士は安江に信頼を寄せ、その回想録、キャンプの維持、キャンプドクター、 1973には敗戦後同じくシベリアの強制収容所に囚われていた日本の軍民に同情の念はあっても日本人への厭査の言葉一つなかった。そのためカウフマンはユダヤ人社会から対日協力者のレッテルが貼られ阻害されたがそれも意に介さなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。